はい、皆さんこんにちは、吉松でございます。ということで今日はですね、丸山健二先生の本についてね、まあダラダラと喋っていきます。まあ題名にもありますようにですね、初期の頃のね、初期から中期にかけてのね、あの短編集にですね、草原はもう小麦色というのがありまして、でまあ自分この夏の流れもね、私好きなんですけど、これはあの丸健先生のですね、あのデビュー作、20いくつの時、23がやったかな、商社にいてですね、商社の電信やっててね、あのモールス信号を打つ人やって、通信やってまして、それで書いたのがこの夏の流れという本でございます。ということで今は文庫で出てますね。うん、です、こういう本も私買ってますしですね、あのいろいろと本があります。この辺は買ってないな、これは買いましたね自分。うん、私買いましたね、これね、これが丸健先生。まあ、あの以前ね、あのメッセージで紹介したような、あの時の若いのじゃなくて、今はねもう頭坊主狩りにスキンヘッドにねして見えるです、丸健先生はね今ね。うん、ね、これすごいですね、逃げれるもんなら逃げてみろと、さあどうするという、まあ丸山健二先生の名前、ま、問いというか、丸健先生はね結局その読者にあんまりおむねらずにですね、おむねらずに結局俺は俺で一生懸命書いてると、じゃあ読んでるあんたどうすんだって、そういうような書き方、さすが芥川賞作家という感じですけど、まあそういうことで一切こびずにね、でまあその代わり本は全然売れずに、売れずにっていうか、ここで失礼なんだけど、あんまり売れずに初版本で終わりというのが多いです。まあ文庫になることは結構あるんでね、文庫になってることは結構多いです。初版が終わって文庫ということですね。まあ、首輪を外すときとか、まあ、これは読んだことないな、自分はエッセイだと思いますけど、まあ、あの人間の今のありようかな、首輪ということで、水の家族は読んだことはありますけど、あんまりちょっと残ってないですね、印象にはね。うん、中期から後期って、あんまり好き、私自身好きじゃないです。あ、これ、これはあの私がね、シェアした動画で、告白的青春論。これは文庫が出てますね、やっぱり。うん、文庫が。これ丸山先生のね、うん、まあタバコ吸ってるんで、まあ、今はタバコ吸ってないみたいな感じですけど、うん、やっぱありましたね、うん、メッセージ先生のやつ、うん、これからですね、丸山健二自伝短編集、私はこれ持ってます、分厚い分厚い本です、これは、うん、100と8つの流れ星。まあ、もしこれ見とって皆さん、もし読んでない方が見えたら、もし、あ、これも私持ってますよ、この世界爆走、今こんな安いんですか、これ何冊かシリーズがあって、先生のエッセイシリーズ、それは4冊か5冊ぐらいあって、その1冊ですね、それね、うん、から惑星の泉、これはいいんですよ、見よ月が、あとこれオートバイが主人公なんですよ、これは好きだな、この作品は。うん、まあちょっと詩みたいなね、ポエムみたいな感じで、最後の一つ一つの物語が短いんですけど、まあそのオートバイとかね、うん、あのオートバイが主人公なんで、あの機械がね、最後にね、なんかその物語があった、ちょっとさ小さいショートストーリーがあった後に、月が後を見よ、月が後を追うって書いてあるんですよ。それが一応たくさんね、そのショートストーリーがたくさん重層的に重なっていってですね、一個のすごいテーマを打つというものになっていますね。これもいいですね、これはあの丸健先生のですね、庭に生えてる、庭に作ったら、この先生作庭やってるんで、あの庭を作って花を植えてる先生なんで、まあそれは後半からそうだったんですよね、先生のね、うん、まあいろいろなことやってました、あの魚釣りやってた時もあるし、四陸道であちこち爆走してた時もあるし、まあ、オフロードバイクがね、こっちゃってとことんやってた時期もありますしね、ハングライダーやってた時期もあるし、先生この、まあ、晩年60、50いくつかな、庭を作るってことで、その私これ持ってますけど、庭をね一生懸命
写真集です。写真も先生が撮ってみますね、これはね。これもいい本です。実際なんてクソくらえと。私のレビュー確かあったと思います。聖者へ。ね、マルケン先生。ね。これは珍しいですよ。いつも眼鏡かけてるけど、まあ、これは眼鏡なしの先生ということで。それからですね、今、日々の揺らぐ。これは読んだかな。ああ、確か読んだな気がするな。いう感じですけど、これも積んだままです。自分のこの回の方って積んだままです。これは読みました。この小説覚悟はね。上下あるんで、あ、上下なかった回の方は。これは遊びの白いの、これもあります。買いました。はい、というわけで、まだ見ぬ書き手で、これ読んで私は小説家書くね、つもりになったんですけど、これから群挙せずね、昔の本です、これは1円1円ですか。まあこれいい本ですよ。もっとこれより私の持ってる方はもっと綺麗ですけどね。いい本です。大変にいい本です。夏の流れ、これは初版本ですか。素晴らしいな。これを持ってないな。これ丸山健二文学賞で先生作られたね、最近ね。こういうね、この争いの木の下で、これは私はこれ初版本持ってますけど、これのね、かなりまだちょっと途中、初めの数十ページしか読んでないですけど、腰据えてね、今時間があるんで腰据えて読むつもりでいます。これは上下の下ですね。からこれ読んでないです。からこれは買いました。持ってます。怖いのには非常にいい写真が多いです。それからこれも持ってます。実践中編集ね。これは辺はもこれは持ってるけど、これは持ってないですね。まあ、結構買ってないのありますね、私でもね。途中でなんか後半部分嫌だった時あるんですよね、丸山先生。で今回はですね、まあここまでついてきている人に今ちょっとあるんですよ、小説が。その中で、まあ謎の中でも好きですけど、でまあ遊び野に住んでみる先生ですんで、おそらくこういうような草原のことを言ってみるんかなと。ね、草原というのはね、こんな感じの草原のことを言ってみるんかなという。遊び野のに一回丸山先生に憧れて30ぐらいの時に行ったかな。いや20後半かな。今から30、約30年前ぐらいですけど行きましたけど、まあ遠くでね、岐阜県から行くともう本当遠くで、当時軽自動車のね、フェローマックス550っていうので行って、しんどかったですね。あれ道中本当にしんどかった。もう K のエンジンがね、 550cc のエンジンがもう熱でだれちゃってね、変な匂いもエンジンからして、ルームからしてくるし。でもなんとか行きましたよ。軽自動車でも高い高い標高差のあるところまで、岐阜県から、こういう景色見にね、で高原山小麦路というのはですね、かなり山の方にある喫茶店をですね舞台にした話なんですけど、なんていうのかな、喫茶店を舞台にですね、でそこにですね、マスターと、若いマスターとその弟と、それから喫茶店の2人のそのやってる弟とマスターのその義理の5歳のママ母っていうのがいて、そこにですね、まあ、地元 の、 少女というか、まあ、女の人ですよね、20ちょっとやや結婚に行き遅れた方、そういう人がね、その女の人がそこの店に通ってマスターをものにしようとするんだけど、マスターとその母親には秘密がありという、そういう話です。まあ詳しくは読んでください。まあなんかいかにもね、この安曇野ってとこはそういう洒落た茶店っていうか喫茶店があるような場所ですよ。はい、そんなこんなで草原はもう小麦色、安曇野ね。今ちょっとコレラ騒ぎもありますけど、まあ車で行って帰ってこういうところのいい景色す、ね、吸ってね来るぐらいでしたらね大丈夫ですので、はい、では皆さんまた。